匠ソフトの高井です。父と交換をしてまいります。2019年1月号、特集は国家100年の計という大変大きなテーマ。今回の箇所は私の提言に、明治大学教授の斉藤隆さん、たくさんの著書を書かれている教授の方ですね、この方の箇所から、日本の学校国語教育、日本の国語教育は書くあれというところです。斉藤隆さんの本というのは本当にね、ものすごく得るものがたくさんある、著書を書かれている先生だなと思いますね。この先生の著書はね、私も、いや本当すごいな、大好きです。今回の箇所ね、語彙力を増強するっていうこと、このことはね、私自身の命題として、課せられたなって気がします。語彙力、ね、言葉の力って、言葉すごい、やっぱり言葉って力ですよ。ジャーナリストの皆さんがやはりね、あれだけこう力を持ってるのっていうのは言葉の力があるからですよね。メディアが力があるのも言葉の力なんですよね。言葉によって人を変えることができる、人を動かすことができるんですよ。だからこそ言葉というのはものすごく大事だよ。その語彙力が今なくなってるよって、日本人の語彙力がすっごい今低下してるよって、そのことを、もっともっと謙虚に受け止めて語彙力を高める努力をした方がいい、そんなことをね、ちょっと私は受け取りました。で、私もね、情報発信する身ですから、語彙力をね、増強して情報発信に努めたいというふうに本当に思わされます。でね、私ね、本当恥ずかしい話なんですけどね、14年前に起業したんです。起業しましたが、その時にね、私は、歌い文句に自分の匠ソフトというね、この個人事業の名称に、歌い文句に情報料理人ってつけてたんですよ。ある時期からちょっとね、料理しきれてねえなと思ってちょっと外しちゃったんですけど、でもね、覚えてる方は覚えてて、情報料理人だよねって言うんですよ。料理しきれてねえなってね、語彙力ないからもっと勉強しなきゃなんないですよ、そういうふうに思わされました。私はね、その情報料理人、料理人って言ってたね、責任がありますからね、責任があります。それによってお客さんが、私は料理する人間だと思ってお仕事を依頼してくれた方もいっぱいいらっしゃるわけですからね、その責任がやっぱり果たしていかないとなと、すごくね、身につまされます。はい、まあ、話戻りますけどね、日本がね、情報弱者に陥落している、本当そう思いますね。もう全部アメリカか中国ですよね、今支配してるのね、情報という分野に関しては。GAFA っていうんですか、 GAFA に支配されてますよね。スマートフォンはどうですか、皆さん iPhone ですよね。日本の携帯電話持ってますか、持ってないですよね。日本どこ行っちゃったんだっていうぐらい、この世界日本負けてますよ。おまけに、SNS とかの台頭は、私はその悪いことではないと思うんですけども、語彙力がないために稚拙な言葉が安易に使われて、思考考えのないままポン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 言葉が飛び交うので、いろんな感情のこの圧力っていうんですか、摩擦が起きてトラブルを起こしているように思います。で、また上手に商売する方々は、あえて摩擦を起こして炎上させて商売につなげようとする。これはね、心を壊しますよね。私はね、そこら辺本当に悪い作用がそこで働かないことを願うばかりです。発展していくのはいいんですけど、語彙力がなくても、勝手に、ねえ、Siri に話せば Siri が自動的に動いてくれたり、
ね、Google OK って言えば Google OK が反応していろんな言葉を出してくれたりね、そういうことをね、うん、そういうことによって私慣れてしまってるのでね、語彙力ってどん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 失われていく、そういう世界にいるように気がします。そもそも日本って豊かな言葉、言葉が豊かだったじゃないですか。漢字もあり、かなもあり、ひらがなもあり、ね、アルファベットもね、組み入れて、何でもこう、自分の形に変えてきましたよね。で、私、漢文っていうのはね、すごく日本の語彙力を高めた道具だったように思います。ね、大漢和辞典を見ると、すごいですよ。もう何十冊って漢字があるぐらい、漢字の索引が一冊つくぐらい、漢字がすごい豊富だった。それがね、今はその漢字は使えなくなってるわけですよ。悲しいですね。まあそれが現代なんでしょうから、それはね、受け入れていかなきゃなんないんですけど、私自身はですね、こういうせっかくね、豊かな文化があったので、そういうたくさんの漢字を使った文章を読むことで、その語彙力を高めていきたいなというふうに今思ってます。で、ずっと続けてることなんですけど、原子力を、まあ、漢文でね、読むようにしたり、あと最根端ですね、最根端も漢文っていうんですかね、漢詩っていうんですか、ああいうもので読んで、味わおうと、味わえるようになりたいなというふうに今古典を通して日本の文化、国語力、語彙力っていうのを自分に取り込みたいというふうに考えてます。そしてですね、そのことをね、少しでも発信したいなと思ってます。やっぱり素晴らしいんですよ、やっぱり漢字、この語彙力っていうかね、この日本の国語、これは本当に素晴らしいものだと思うので、私も過去、今はやってないですけど、情報料理人と歌った責任がありますからね、この、言葉の素晴らしさを少しでも、還元したいと思い、私のね、たくみソフトのホームページや、また YouTube で少しでも発信して、本返ししていきたい、そういうふうに思わされました。いや、今回ね、国家100年の計っていうすっごい重たいテーマじゃないですか。でね、ずっとね、割とこう国と国のこう摩擦みたいな感じの、あと思想の摩擦みたいな話がこう前半バーッときてたので、もうどうしようかな、これやめようかなと思ってたんですけど、でもね、斉藤隆さんのこのね、国語教育に関してはね、すごく、あ、よかったあ、私の話したい分野でよかったみたいなね、ちょっと安心しました。はい、まあ、そんなんでね、この読語感もですね、続けていきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんお付き合いいただければと思います。それではまたお会いしましょう。それではまた。